こんにちは日本史のの講師の石黒です歴史の授業をしていると、えー、悩むこととがあるかと思います先生方は特定の分野が専門なので、えー、その専門分野を詳しく教えたいその中で歴史の醍醐味とか深さとかを伝えたいというしかしですね生徒の方が求めていることが受験のための日本史だったりしましてでそうすると、えー、先生方は、えー、こういうところに折り合いをつける必要があるかと思います。 どうしてもこういうところを詳しく面白く語りたいっていう部分とそうこだわりのない部分とでこのこだわりのない部分では入試を意識した授業を展開した方が生徒には喜ばれるかとそして僕の場合はですねあの予備高校師なのでこの「醍醐味云々は横に置いてですね入試に通ることだけを最優先して授業しているんです。年年から年までに出題された用語を グラフにししてみました一番上に見えるのが73回出題単語の対応率です73回も出された単語っていうのは1個しかないんですそれで1個ですと。でその後まあこれ端しょってますけど73回下がって29回出題された単語が37個あるそして28回なら36個ありますよとこうしていって16回出題までの単語を A ランク単語と呼んで。 でそれが1300あるというわけなんです。これはもう大変よく出る単語です。で次に15回出題から8回出題までの単語。8回の出題単語は466個ありますけれども、これが B ランク用語と呼んで2000超えるんです。これはこれだけでももう 3000U に超えているわけで相当な量です。でもこれぐらいでは入試ではまだまだです。一般の入試に通るためには、 abc のランクまでは必ず必要だと思っています。c ランク単語っていうのは、このえ七回から四回出題までの単語というわけですけれども。ちょっと四回というところ少ない感じがしますけれどね。ここまでは、僕は自分の参考書では赤字にしています。で、その戸籍、そこにその一家のメンバーがこう書いてありましてね。で、そして厄介な問題は、はい。 この子に与えた区分のののの総面積ははどれだけかもうまるででで小学校の算数ですすその場合はですねこのメンバーを見ましてあ両領民男子が何人いる領民女子が何人いるっていうふうに数えてそれで計算するなんてことをやらされることがあるんですそういう問題に対処するためにはそもそもこの比率とかこういうね単位を覚えておいていろいろに応用できるように力をつけといた方がいいんです。 入試では先民女子がどれだけかというのは正直あまり出ませんでも一番小さいのは先民女子ですよね